はいどうもオレンジ先生です。よろしくお願いします。早速1問目からいきましょう。 ABCDEF の6人から0人を選ぶと、こういう問題って実際の問題では出てこないと思うんですけれども、まあ今回はね0人から6人まで全部解説していきたいので、この問題の性質を理解していただきたいということで、まあ0人からやってみましょう。はい、じゃあ6人から0人を選ぶのは何通りかということですね。まあもし自分で解いてみたいという方はね、動画を一度止めて考えてみてください。はい、それでは説明をしていきます。まあこれ単純な話です。誰も選ばないの1通りなんですね。まあ要は0人を選ぶってことは誰も選ばない、で誰も選ばないっていうのも1通りしかないよね。まあ、これは簡単な話ですよね。誰も選ばないが2通りあるわけなんですもんね。1通りだけと。はい、いうことです。じゃあ次、 ABCDEF の6人から1人を選ぶ選び方は何通りありますかと。でこれもまあ割と簡単です。はい、 A を選ぶ、 B を選ぶ、 C を選ぶ、 D を選ぶ、 E を選ぶ、 F を選ぶと、この6通りに限られます。まあこれも別に特に説明いらないですよね。じゃあもうどんどん行きましょう。次、 ABCDEF の6人から2人を選ぶと。でここら辺からこの選ぶ問題の本域というかね、ややこしいとね思っちゃう生徒がいる部分に入ってきますね。で書き出しの方法もねもちろんあるんですけれども、ここでは最終的にね入試で使うような計算っていうのを教えていきます。ここからまあ計算を使って解いていきますよということですね。はい、じゃあどういう風にやっていくかというと、イメージはまずは1個目、選んで並べると。6人のうちから2人を選んで並べる。でその後に並べ方関係ないよね、だから並べ方を消すと。だから選んで並べた後に並べるを消すことで選ぶと。でこれなんでこんなややこしいことするかっていうと、一発では選ぶっていうのを計算できないんですよ。6人から2人を選ぶ、はい、じゃあそれは何かって言ったら、ポンって計算1個では出せないんですよね。で計算ができる方法としては、選んで並べるしかないんですよ。最初の計算としては選ぶ一発は無理なのね。だから選んで並べるっていうのを仕方なくやってですね、その後今回やりたいのは並べるではなくて選ぶだけだとね。だから並べるっていう部分を後で消してあげようねって、この並べ方関係ないから消してあげようねというふうな2段階で計算をしていきます。いいですね、一発では出せないということがポイントです。まず選んで並べるという計算を見ていきましょう。はい、考え方は2人選ぶんですけど、今回ね1人目2人目っていうふうに考えます。じゃあ1人目の選び方っていうのは6通りありますよね。それはそう、さっきも考えた通り A を選ぶ、 B を選ぶ、 C を選ぶっていう風に1人ずつ選べるから、1人目の選び方っていうのは6通り。で次2人目の選び方、これは1人目でもう1人選んじゃってますよね。例えば1人目でじゃあ D を選んだとしましょう。じゃあ D を選んだら残ってるのって ABCEF の5人ですよね。という風に1人目で1人を選んでいるから2人目は残っている5人になる。だから5通りと。はい、いうことでこの丸1、選んで並べる並べ方っていうのは 6×5 の30通りになるよということになります。ここまではいいですかね。これが前半戦です。じゃあ後半戦、次に並べ方関係ないよねっていう部分を考えていきます。じゃあこれどういうことかっていうと、今2人を選んで並べましたね。なんだけど並べ方今回関係ないわけです。じゃあ並べ方って何通りあるかって言ったら 2×1 ですよね。で例えば、AB を選んで並べたとしよう。 AB と並べた場合と BA と並べた場合、この2通りっていうのは今回関係なくて同じ1通りですよね。ということは2通り存在するものを1通りとして考えなきゃいけないと。ということで今回するのが÷2ということね。2通りを1通りにするために÷2をしてくださいと。はい、いうことで1と2考え方、1番目、まずは選んで並べる、その次に並べ方関係ないよね、この2つを合わせると 30÷2 っていう風になって15通りになります。でこれをね、まあ一発で計算式ね、書くとしたらこんな感じになります。まず、まあこれ分数式と呼ばれるもので、まあ最終的にね、6年生の入試の段階では絶対に使えるようになってほしいんですけど、まあこれ要は分子割る分母っていう風になっています。割り算みたいなもんですね。はい。まずは、6人から2人を選んで並べています。6×5 ね。1人目、2人目っていうことですよね。で、その後に、並べ方関係ないよねということで、2人の並べ方、つまり 2×1 で割っています。はい、ということでこの計算をすると、6をね2でこれ約分できますので 3×5 で15通りという風になります。はい、いいですね。これが選ぶ問題の基本の計算のやり方になります。はい、じゃあちょっと進みましょう。 ABCDEF の6人から3人を選ぶ選び方、考え方は同じです。まず1番、選んで並べる、さっきのが理解できてればこれも簡単です。1人目は6通り、2人目は5通りで、3人目っていうのはもうすでに1人目2人目で2人選んじゃってますよね。ってことは残ってるのは4人ですよね。ということで3人目の選び方は4通りという風になります。はい、ということは6人から3人を選んで並べる方法、まあ並べ方ですよね、場合の数っていうのは 6×5×4 の120通りであると。ただしこれは答えではない。なんでかというと今回は並べ方関係ないよねということですね。例えば ABC と選んだ場合でも、
ACBCBA と並べてもですね、それは全部一通りなんだということですね。はい、ということで3人の並べ方、これは 3×2×1 になりますね。はい、ということで6通り、これは関係ないと、今回ね1通りになりますよということです。まあ、さっきも言いましたが ABC を選んだ場合の並べ方っていうのは全部でこんな感じです。 ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA というふうにこの6通りがあるけど、これはあくまでも1通りとして考えなきゃいけないと、ということで6通りを1通りにするために割る6をしてくださいということね。まあ割る6の6っていうのはもうこの 3×2×1 で出てきますよということね。はい、ということで120、まずこれは3人を選んだ上で並べる並べ方ですね。6×5×4 をしています。でそこから 3×2×1 で割っています。ということで20通りになりますよと。はい、これを一発で出すなら、式で表すならこんな感じ。まずは、6人から3人を選んで並べています。 6×5×4、 1人目、2人目、3人目ということですね。でもそれだと並べ方まで考えちゃってるので、今回は並べ方関係ないよねということで、3人の並べ方 3×2×1 で割っていますと、はい、いうことで、まあ、約分とかしてあげると20通りになりますよということになります。はい、じゃあ次の問題、ABCDF の6人から4人を選ぶ選び方はということでね、だんだん選ぶ人数が増えてきましたけれども、じゃあこれもさっきと同じように考えるのかっていうと、まあ別にそれで考えてもいいんだけど、真面目に考えず時短をしましょうということですね。はい、じゃあどういうことかというと、6人から4人を選ぶっていうのは6人から2人を選ぶのと同じなんですね。これまあピンとくる人と来ない人いるかもしれないんですけど、ピンとこない人のために一応例を出しておくと、じゃあ例えば6人のうちから掃除当番をね選ぶとしましょう。で掃除当番を4人ね、この ABCDF のうちから掃除当番残ってね、授業が終わってホームルーム終わって放課後に掃除をしなきゃいけない掃除当番を4人選ぶとしましょう。それって4人選んでももちろんいいけど、先に帰れる掃除当番じゃない2人を選ぶのと全く同じ話ですよね。で例えば掃除当番 ABCD ね、 ABCD のこの4人が掃除当番をするとしましょう。じゃあそれって同時に掃除当番をしない EF を選んでも同じですよね。掃除当番をしない EF を選んでも当然 ABCD が掃除当番することになりますよね。まあ、例えばじゃんけんとかでも、じゃあ負けた4人が掃除当番しようと、負けた4人が掃除当番するっていうのは勝った2人が先に帰れるのと同じですよね。はい、ということで6人から4人を選ぶっていうのは、その4人以外のね逆裏というかね、6人のうちから2人を選ぶことと同じ意味だよということで、4人を選ぶよりも2人を選ぶ方が計算が楽なので、考え方として楽なのでこっちを考えましょうということですね。はい、でこれに関してはもうさっき解説しましたので、まあ、パッとこう、式を書いてしまっています。まずは1人目6通り、2人目5通りとで、これで選んで並べるわけですけれども、2人の並べ方って関係ないよねということで、2×1、 2人の並べ方で割っています。はい、ということで15通りになります。はい、じゃあ次、あ、これね、一応その6人から4人を選ぶ方法のね式も書いておきました。まあ見てくれたら分かる通り、圧倒的にこのね6人から2人を選ぶ方が計算楽ですよね。まあ式も短いしね。まあ一応解説しておくと、1人目6、2人目5、3人目が4、4人目が3通りと、まずこれで選んで並べています。だけど4人の並べ方関係ないよねということで、 4×3×2×1、 4人の並べ方で割っていますということで、同じ答えになるよねと。だけど、2人を選ぶ方が、まあ、計算楽だから真面目に考えずに時短しましょうということになります。はい、じゃあ次は ABCDF の6人から5人を選ぶ方法と、選ぶ選び方ということですけれども、これも同じね、真面目に考えずに時短と、まあ、つまり5人を選ぶのではなくて選ばれない1人を選ぶという考え方ですね。はい、ということで、まあ、これはもう簡単ですね。1人を選ぶだけですから、6通りと、 A を選ぶか B を選ぶかというふうに6通りありますよということですね。はい、じゃあ次 ABCDF の6人のうちから6人を選ぶということですね。まあこれもさっきみたいに時短というかね、裏返しで考えてもいいんですけど、まあ、全員を選ぶの一通りというふうに言ってしまって構わないでしょう。はい、ということでですね、一応ね6人のうちから選ぶ選び方っていうのは全通りね、0人から6人まで、解説したんですけれども、まあ一応ね分かってるかどうかね、宿題というかチャレンジ問題とかね、まあ余力があったらやってみてくださいというふうに1問出しておきます。 ABCDEFGH の8人から5人を選ぶ選び方は何通りありますかというような問題ですね。答えはねコメント欄に書いておきますので、もし、解いてみたよっていう方はですね、コメント欄を見て、ちょっと合ってたかどうかね確認して、もし間違ってたらもう一回動画を見てね解き方を、考えてみてください。でどうしても分かんなかったらコメント欄にね質問していただければ回答しますので、ぜひコメント欄を活用してみてください。はい、ということで、以上になります。よければねコメント、そしてグッドボタンですね、そして、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。以上オレンジ先生でした。